逃げよう。うん、どきゃ、どこのどいつがこんなに大きくしたんじゃ。はーい、はい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 、僕ヒピラとソウル君が育てました。褒めとりゃせんわい。見なさい、大きくなった根が近所の家を飲み込んでおるではないか。でも見て長老、破れた空の穴ぼこを葉っぱが塞いでくれたよ。おお、本当じゃな。やってもった。そうだ長老、僕たちこの木を登って調べてきます。僕こんな高いところ来るの初めてだよ。うわっ、よいしょっと。わ、実がなってる。中に何かいるね。早く生まれてこないかな。そしたら友達になろうね。うん。見て、ヒピラ君、ほら、あっちにも。あ？あ、本当だ。うわー、そこら中いっぱいだ。お待たせしました。ゴミの星をきれいにするための隕石が間違ってこの町に落ちてしまって誠に申し訳ない。それではこれで失礼をば。帰ろうか。うん、かわいいけど怖かったね。ねえ、うわっ、まだ残ってた。ま、一人くらいならなんとかなるよね。うん、そうだね。うん、帰ろう。うん。